昔、あるところに人里遠く離れた赤と黒の森がありました。そこに住むのは老いた羊のおばあさんと郵便うさぎの赤ずき。それを邪魔する招かれざる客、狼紳士。そこは小さいようでいて、どこまでも続く道を持つ不思議な不思議な森でした。太陽が笑う鬼ごっこ、月が覗くかくれんぼ、今日も始まるうさぎ狩り。